はい、こんばんは、あまねこです。今日なんですけど、ちょっとガソリンスタンドにとりあえず行きます。ですね、私のコルトフィーノ君のガソリンがですね、もうほぼほぼ空っぽの状態で、今は急いでガソリンスタンドに向かっております。まあこんなになるまでちょっと放置して走り続けていった私が悪いんですけど、ちょっと焦ってます。あ、待った、エネキーまた忘れたんじゃない？私そんな気がする。エネキー持ってくるの忘れた気がする。残念ですが忘れてしまったんで、ポイントカードもないんだよな。はい、割引なしでも173円は安いんだよ。よかった、エネキー持てたらもっと安かったんだけど、それでもまあまあ許せるかな。このキャップレスのね、開け口がまだ未だに上手にできない。よし、あ、あ、餌こぼしちゃった。めっちゃこぼしちゃったんだけど大丈夫かな。キャップレスの給油口をねうまく開けられないせい私が悪いんですけど、今ちょっとこぼしたのを店員さんがめっちゃ見てたのに何も言われなかった。ちょっと後でね、すいませんって謝っておこうと思います。こぼしてごめんなさい。で、あとね、これからこのポルトフィーナ君洗車しに行こうと思うんで、このボディについちゃったガソリンはまあまあ今すぐ洗い落としに行けるんでいいかな。なんかこの前ガソリン給油した時リッター180円とかだったんだけど、安くなったのかな。いや、それにしても入りますね。1万3000ぐらいは入るかな。あ、止まった。意外と60リッターしかいなかった。オッケー。すいません、さっきちょっと下にこぼしちゃったんですけど大丈夫ですか？あ、すいません、はい、ありがとうございます。ほい、ということでガソリン給油してきました。ちょっとこぼしちゃったけど、あ、別にいいっすよみたいな感じの意外と緩い反応でしたね。はい、まあ良かったです。とりあえずこのポルトフィーナ君洗いに行きたいと思います。アピット東雲に行きたいんだ。めっちゃ見られてて恥ずかしいけど、すいません。うるさいからね、このエンジン音がね、どうしてもめっちゃ注目されるのはしょうがないですね。いや、とりあえず満タンになってよかった。本当結構ギリギリまで走っちゃうのよくないな。いつかガス欠しそうで怖い。ガス欠ほど迷惑なことはないと思うから、ちょっと気をつけたいと思うんだけど、ガソリン残量が半分になったらちゃんと給油するようにしようかな。まあ、なんだかんだ走っちゃうし、まあ、燃費もスーパーカーにしてはいいとはいえ、まあ、よくはないから結構すぐ燃料なくなっちゃうんですよね。まあ、そのおかげでね、給油頻度がすごく高いっていうのもあって、なんだかんだギリギリまで給油せず走り続けてしまうっていう節はあります。が痛い。ずっと座ってるせいでお尻と腰も痛いんだけど、最近太ももも痛い。完全にこれ運動不足なんだよな。運動不足にずっと座り続けてるせいだよね。もうお仕事も動画編集も運転もずっと座ってるから、そのせいなんだろうけど、運動する時間を作るのも結構大変なんだよねって言い訳してます。運動代わりに洗車をするのがきっと一番いいんだろうな。車も綺麗になり、ちょっと健康にも気を使えるような気もする。ということで今日もアピット到着ですね。よし、じゃあ洗車していきたいと思います。入車どの入車ど小銭あったかな。確か800円ぐらいここ小銭で支払わなきゃいけないはずだよね。シャンプー洗車にするか。あ、ちゃんと600円ならありそうですね。よかった。よし、え、嘘、あ、これあれか、新500円だわ。え、旧500円がない。え、あ、う、おお、やばい、どっちも新500円じゃん。これ新500円使えないやつじゃない？もしかして買えないね。マジか。100
ボン玉5枚あったかな。あ、ありそう、よかった。このさ、硬貨の変わり時、変わり目なんて言ったらいいのかな、この微妙な時期の、まだ新500円玉が浸透してないタイミングはちょっと難しいよね。ということで今回はシャンプー洗車しましょうね。こっぜひ皆さんも使ってみてください。アマネコ一押しです。この問題のガソリンをこぼしたところね、このしっかり拭き上げしましての、なんかこういうキャップレスのタイプ私初めてなんですよね。なんかちょっと慣れないんですけど、明日うまく給油できるようになりたいな。でちなみになんですけど、ボルトビーノはね、ほんとこの荷室テールゲートの部分にね、結構水も残るし泡も残るしって感じなんですよね。この辺の拭き上げを忘れちゃうと結構大変なことになっちゃうんで、ここもしっかり拭き上げしていきたいと思います。疲れたんでラピットに入って休憩していきたいと思います。普通に1週間の疲れが溜まってて疲れたな。運動にはなったかもしれんけど、疲れは取れない、ね、ちょっと休憩したいと思います。ほうじ茶ティーラテと、あとベーコンとほうれん草のキッシュだね。美味しそう。ゆったりしてたらいい時間になってしまいましたので、そろそろお家に帰りたいと思います。すいません。そしてちょっとオープンにしてくれるので、余計目立つかも。帰ります。あ、そっか、ちょっとこれから冬になるから、そろそろこの辺りとかもイルミネーションするのかな。なんかイルミネーションとこのボルトビーノを一緒に写真撮ったりしたいな。都内のおすすめのイルミネーション場所があればぜひ教えてください。まあ、ちょっと丸の内あたりとかは撮りたいなと思うんだけど、それ以外のところなんかあんまり新宿とか渋谷とか表参道とか六本木とかあの辺全然知らないんで、おすすめあったらぜひ教えてください。ニョッキニョッキ、ああーこの辺綺麗だな本当に。ちなみに誰もいません。お家に帰る、お家に帰る。はい、という
ということでね、今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いします。じゃあねー、バイバーイ。